それでは研究室紹介の方を始めていきたいと思います。我々の研究室は安井南川セントアプトニックス研究室ということで、現在まあこれぐらいの規模感で、多分機械の中では最も大きい研究室になっているんじゃないかと思います。で、まず今日は初めにということで、ちょっと待てと。研究室を研究テーマや教員キャラクターのみを重視して選んで本当に大丈夫ですかっていう話。で、実は、学生自身をポテンシャルアップする環境、すなわち研究環境こそが重要では。そして最後に研究テーマは、自身のポテンシャルアップのための過程に過ぎないということで、皆さんが知ってる機会、はほんの一部であって、知らない機会が世の中にいっぱいあるということを、まあ、認識してもらえればと思ってます。で、今日お話しすることは3つ。で、1つは人生を楽しむ。すなわち就職して出世して仕事を楽しむために、まあ、自分のポテンシャルをこの学生中、研究室でさらに伸ばそうという話。で、2つ目が世の中に役立つ研究をしようという話。そして三つ目が頑張ったらインセンティブ、ご褒美をもらおうという話です。で、まあ我々の研究室における研究教育の方針としては、まあそもそも論として、まあ理工系の基本はやはりものづくり、装置づくりにあるということで、我々特に光を使って測る装置、光計測装置というものに今重点を置いています。で、その中ではどこから入るかというと、まず、ニーズ探索と、個々のテーマごとにニーズ探索というのから入るわけです。で、その中から、まあ、研究の出口、すなわち研究成果を具現して社会に還元するという社会ニーズが、まあ、見つかれば、今度はその社会ニーズに到達するためのルートを自身で開発していく。考えていかないといけない。すなわち、考案。設計、試作、評価、発表という手順を踏んで、この出口にたどり着こうとするわけですが、まあ当然このループを1回回すだけではここにはたどり着けなくて、何回も何回もこのループを回す。あるいは途中で1回引き戻ってもう1回進み直すというようなことがまあ繰り返されるわけです。で、その中で、機械であるとか電気、あるいは光、あるいはプレゼンテーションといった、科学的基礎知識が、意識することなく身につくと。で、それだけではなくて、それに基づいて科学的にものを考える力。そして課題に直面するごとにそれを解決する能力といったものが、備わっていくわけです。で、これはまあみんなもよく実感してると思うんですが、試験勉強ってやっぱり試験終わると頭から抜けるんですけれど、見ず知らずのうちに身についたものっていうのは、これなかなか抜けないわけです。で、これが最終的に独創的な発想力にまあつながっていって、で、企業で活躍できる人材につながっていくということで、こういうループを回していくということが、学生自身のポテンシャルアップにつながるんですよっていうことにはなるわけです。で、ここで、大学の教育、すなわち授業教育と研究教育について少し比較してみたいと思います。講義のような授業教育っていうのは、これは答えや解き方が分かっていることを教員から教えてもらいましょうという話で、まあ、専門性は上がっているものの、小中高の授業の延長であるというのはみんなよく分かっているかと思います。それに対して、研究室で行う教育、研究室教育っていうのは、このループを回していくことになるんですが、当然これ、答え、いや、解き方が分かっていないことです。で、これを試行錯誤しながら自分自身で探していく。これが、まあ、ポテンシャルアップにはつながるということです。で、企業は、この授業教育よりも、研究室教育を習得した人材を求めています。で、それはなぜかっていうと、製品開発では何が売れるのかを考え、それをどのように実現していくのかを自分自身で探さないといけないということで、要は、こういうループを回す。このループはまさしく製品開発のループと一緒なわけです。で、一方で、そういうことを言われて、まあ、
やらされてるかやってるかっていうのは大きな違いが出て、例えば入国ずっとエスカレーターに乗って自動的に過ごして就職する学生と、研究室で自身で階段を登って頑張って登る学生では社会に出ていくときのポテンシャルに違いが出てくるということで、重要なのはやらされてる研究じゃなくてやってる研究というそういうマインドチェンジが重要だと。あともう一つ、あまり学生自身は意識してないかもしれないんですが、まあ、ポテンシャルアップする環境って当然重要。すなわち研究室は重要で、なぜかっていうと、ここに格差があるからです。で、一方で、まあ、皆さんの親の視点でちょっと考えてみてください。まあ、資本主義っていうのは基本的にはお金を払ってそれに対価を得ると。その対価、それに、と同等の対価を得るっていうことが、まあ、基本ですが、例えば大学に支払った授業料はペイできてるんですかっていうことをちょっと考えてみてください。例えば授業料支払いに対する大学からの対価っていうのは、この丸1から丸5がまあ考えられるわけですが、まあその中でもやっぱり一番大きいのは、やはりその時間だと思います。学生の時ほど、まあ、その時間を自由に使える人生、ことって多分企業を退職するまでないと思います。で、その時間、豊富な時間を勉学もそうだし、クラブ、バイト、友人、恋愛と、まあ、何にでも使えるわけです。本人の希望することに。これ非常に重要で、これが最大の対価だと思います。で、それ以外だと大学の卒業資格、就職先で、授業教育で得た知識というものが挙げられるわけですが、まあ、この丸1から丸4っていうのは実は学生間であまりばらつきません。で、ばらつくのどこなんですかっていうと5番目のプラスアルファの学生自身のポテンシャルアップで、これが研究室教育で身につくということ。で、これを身につく人と身につかない人の差があるということなわけです。なんで、この授業料をペイ、あるいはそれを越すためには、この5を意識しないといけないわけです。で、これを意識するってことはどういうことにつながるのかっていうと、例えば人生の3分の2っていうのは社会人生活です。で、これまでの多分学生の諸君の人生では、まあ大学偏差値であるとか、GPA といったものに振り回されてきたかと思いますけれど、まあこれは所詮就職までしか役立ちません。で、就職はじゃあどうするのかっていうと、自身のポテンシャルで勝負していかないといけないわけです。で、企業っていうのは別にそのいわゆる授業教育で学んだ学生に知識を求めているわけではない。なぜならば、必要な科目だけを企業で再教育すればいいというふうに思っているからです。じゃあ何を求めているのかっていうと、答えや解き方が分かっていないことを自分で見つける能力を求めている。まあこういうものって企業の再教育ではそうは身につかない。やはり時間をかけて、研究室教育を通して初めて身につくことです。だから理系の学生というのは就職が有利なんですよということ。で、もう一つは、まあ、やらされている仕事っていうのはつまらないけれど、やっている仕事を自主的にやっている仕事は面白い。このマインドチェンジというのも重要で。で、まあ、こういうことを考えると、まあ、人生3分の2を占める社会人生活で、やっている仕事を楽しむためには、やっぱり自身のポテンシャルで出世していくことが重要ということに今なっていくわけです。まあ、このポジションになれるかどうかということです。で、ここから、まあ、我々の研究室の話を少ししていきたいと思いますが、まあ、我々の研究室の武器っていうのは3つあります。1つはテラヘルツ波と呼ばれる電磁波最後のフロンティアです。2つ目が、で、これは安心安全で便利な未来を実現するための手段として注目されている。で、二つ目が光コム。これは光の駆使、あるいは光周波数の物差しとして、まあ次世代レーザーとして期待されているわけですが、まあこれを使うことによって、これまでできない新しいことが可能になるだろう。で、三つ目が非線形光学顕微鏡と呼ばれるもので、まあこういうものを使うことによって、これまで見える化できなかったことが見えるようになってくるということです。で、我々の武器の特徴というのは、これらはいずれも1990年以降の若い技術ということで、まあ、学生よりは年取ってるんですけど、まあ、それでも若いわけです。なんで、まあ、機械の授業で学ぶような内容っていうのは、もうおじいちゃんぐらいの年のものなんですが、まあ、これらの武器っていうのは、これから、
ますます伸びていく、伸び盛りの技術であるということです。で、こういう技術を使って、じゃあ何やっていくんですかっていうと、我々、シームレスな光イノベーションの創出につなげていきたいというふうに考えています。で、この絵は、応用という的を実用的な光デバイスという弓矢でいるというようなポンチ絵をそれぞれ華氏、新市街、テラヘルス、赤外の波長領域を表しているわけです。で、例えば華氏の場合は、応用という的に今実用的な光デバイスという弓矢がバシバシ刺さっている状態で、実際、例えばディスプレイとか照明の分野を刷新してしまったわけです。しかし、まあ、これも指や隙間がないぐらい刺さってるのかというと、まだまだ高付加価値の応用というのは残されてて、その一つが医療であって、例えば光を用いたがん診断であるとか医療、あるいは光を用いた生理活性の制御といったところが今後期待されているということで、まあ、我々も光融合研究というのも一つの柱になっているわけです。でそれに対して目に見えない光である新紫外、テラス赤外というのは、今現在まさしく世界中でこの弓矢に相当する必要的なデバイ実用的な光デバイスを開発していると。で、面白いのは応用の的がそれぞれ違うタイミングで現れるだろうというふうに予測されていることです。例えば、新市街の的っていうのは、例えば新型コロナの殺菌のような応用が期待されているわけですが、まあ、この的っていうのは3年ぐらいにポコッと現れて、で、重要なのは、この的が弓矢の刺さってないまっさらな的、ブルーオーシャンの的であると。ということは、この弓矢さえ世界に先駆けて、準備さえできていれば、この的を独り占めできるんですよっていう話になるわけです。で、当然、新市街の的も何年か後、その何年か後には、歌詞のように、ま、弓矢がバシバシ刺さり湧くわけですが、その時には、6G 通信、次世代移動通信のサービス開始を睨んで、5年後ぐらいに今度はテラヘルツの的が現れるでしょうと。で、やはりここもまっさらな的の向けです。で、さらに7年後には今度赤外の的が現れるということで、実は光という共通なキーワードであっても、目に見える光から目に見えない光にどんどん波長を展開していくことによって、シームレスに光のイノベーションを創出していこうということを、まあ、我々、狙っているわけです。で、ここでは、まあ、時間も限られてますし、あんまり専門的な話をしても、理解が進まないかと思うので、研究成果の紹介していきたいと思います。で、専門的な、もう少し専門的な話を聞きたい人は、まあ、過去の研究紹介の動画であるとか、あるいは研究紹介にぜひ来てください。で、一つ目の成果は、オール光型テラヘルツ通信、フォトニック6C と呼ばれるもので、これ、今年の5月に25日に大学からプレス発表したもので、まあ、マイクロ光コムという光源を用いたテラヘルツ通信に成功と、光を用いた次世代移動通信に期待ということで、これのニュース、この記事が、例えば NHK ニュース、朝日毎日日経徳島ニュースウィークと、等々報道、記事としては60件取り上げていただいて、まあ、広告換算額でいうと1000万ぐらいのまあインパクトがあったということになります。二つ目が、光コムを用いた新型コロナウイルスのセンシングということで、これ今年の9月です。デュアル光コムを用いたバイオセンシングに世界初で成功。生体分子の高感度迅速検出に期待ということで、こちらも Yahoo ニュース、NHK、朝日新聞、読売日経、日刊工業新聞、徳島新聞で紹介されて、こちらは報告記事65件、広告換算額で1500万円ぐらいに、まあ、なるというふうに予測されています。で、三つ目が、今度はいろいろなコラーゲンを見える化、そこは非線形化顕微鏡の話ですね。で、資生堂と一緒に、まあ、プレス発表したのが2022年3年で、まあ、目尻のシワとコラーゲンの関係性を評価したとか、これは2020年の朝日新聞で、まあ、研究室紹介ということで、やはり SHG の話をまあ紹介していただいたというような形で、まあ、これまで一般的な、一般の方にも見えるような形で成果発信を行ってきたということになります。で、まあ、我々の研究室の一つの特色は、頑張った学生にはインセンティブ、ご褒美をあげましょうということで、例えば、国内の学会には、
参加できるわけです。ここに、まあ、旅費を支給して参加してもらうと。大学院に進学した学生さんには最新の Mac ノートを、まあ、支給すると。で、まあ、こういうふうな形で、学会にあるいは論文発表をどんどん繰り返していくと、実は大学院の奨学金というのは、それの実績に基づいて、評価されるので、当然免除される可能性が高くなってきて、毎年数人の学生が、免除されてます。で、まあ、就職もまあ一流の企業に行ってますと。で、あともう一つは、まあ、一般的な機械の知識以外に、光やバイオといった自分だけの武器を身につけることができて、で、これは多分もしかしたら企業に行ったら役立つかもしれないと。ただ、我々が最も重要だと思っているのは、まあ、こういう研究室に所属することによって、我々研究室に所属することによって、まあ、特大という枠、あるいはブランドから飛び出して、研究で世界を実感で、要は学生職がこれまで特大のっていう、そういう就職者をずっと背負ってたわけですが、研究の分野はあまりそれって意味なくて、要は研究内容が素晴らしければ、学生の発表でも世界の一流の研究者が褒めてくれるわけです。まあ、そういうのをぜひ実感して、してほしいし、できる環境であると。もう一つは、まあ、自身のポテンシャルを最高の研究環境でさらに伸ばせて、それが企業に就職して出世できるということにもつながっていくだろうということにはなるわけです。で、まあ、例えば、この国内外の学会に参加できるという一例としては、学生でも世界を訪問できるということで、これ、まあ、2013年から学生が国際会議にまあ出てるわけですが、まあ、こういうふうな形で、まあ、毎年、世界のあちこちに学生行ってるわけです。で、コロナでしばらく、2020年を境にしばらく中止してたわけですが、また2020年、コロナ明けから、去年からまた学生がこういうふうな形で欧米の学会にまあ参加していると。で、当然まあこういうふうに学会発表してもらって、例えば賞をもらうとか、あるいは有名な方、まあこれの中村修二さんにあったんですが、ノーベル賞受賞者とか、あるいはオフの時間を楽しむというような形で、まあ学生諸君にはぜひこういう学会参加を通して、まあ、旅っていうのは人生の教科書であるというのを、まあ、実感してほしいなというふうに思っています。で、まあ、研究室学生の活躍ということで、まあ、昨年度の、活躍をリストアップしたのはこちらで、例えば学会受賞でいうと、国際会議で、2件で学生がまあ賞をもらっているというような話とか、あるいは国内学会3件で学生が賞をもらっている。で、あと、ま、大学に進むと、最後に、ま、優秀な学生が、表彰されるわけですが、まあ、その中の、この3月に卒業した学生に関しては、2番目と3番目と4番目の学生が賞をもらってる。あるいは、ドクターの学生だと1番目の賞をもらってると。で、あと、まあ、日本学生支援機構の奨学金としては、半額免除。まあ、今年はちょっと、昨年度は全額免除はいなかったんですが、半額免除4名もらってると。で、いうことで、まあ、こういうところって、で、あと、まあ、研究室で魅力を、学会を兼ねて沖縄に、まあ、20人近くで、まあ、行ったということで、まあ、こういうことって結局、まあ、こういうことは、その、まあ、どんどん、学生さんに、例えば、学会発表のチャンスを与えて、で、そこで成功体験を重ねて、で、やらされている研究から、やっている研究というマインドチェンジの結果だというふうには考えていますし、そういう学会発表、論文発表の積み重ねが、こういうふうな、まあ、表彰であるとか、奨学金免除にまあつながっていくということで、これが実は研究室の格差にまあつながっているということになるわけです。で、こちら、まあ、教員紹介ということで、まあ、なんかハイインパクトな論文で世界から注目とかっこよく書いてるんですけれど、まあ自分自身を振り返ると、まあ才能というよりは、いろんな人に出会うセンス、機会に恵まれてたというふうには思っています。で、あとまあ研究自身もあまり考えすぎて手が動かないというふうな感じではなくて、まずは手を動かしてやってみましょうということで、で、好きな言葉は結果オーライ、出たとこ勝負というのがまあ研究のモットーにはなっています。
で、あと、まあ、研究室の人の多様性という観点でも、例えば理工の学生で言うと、まあ、当然、機械の学部、博士前期、博士後期の学生さんいますし、あるいは機械以外にも光、いや、今年から始まって光以降融合プログラムの学生も、まあ、参加していると。医学の学生は今ちょっとお休みしています。あと、学外との共同研究も、電通大宇都宮高知工科等々を行っていると。留学生もフランスのボルド、北京航空航天大、フランスのコートドパール大等から受け入れた実績があると。で、あと企業は今資生堂や大塚電子と、まあ、共同研究をしてて、まあ、教職員も機械の先生と佐藤さんや大石正さんであるとか、ピーレットで言うと、時実長谷の各先生たち。あと、まあ、医学系、あるいは秘書といった感じで、まあ、様々な人々が、研究室にいるということなので、まあ、こういう多様性で、生活を行うことによって、まあ、企業に行っても、この適応能力が磨かれていくだろうというふうに考えています。で、こちら最後です。のちゃ、えっと、スライドですが、まあ、最近研究室の YouTube チャンネルを、まあ、公開してまして、で、いろいろ研究に関するお話も、ここに動画をどんどん上げていっています。研究の話とか、研究室の話、研究所の紹介といったところ、あと、まあ、オフの話も上げてますので、まあ、これ QR コードで、まあ、一度ぜひ見てもらえればというふうに思っています。で、基本的には研究室見学随時 OK ですが、まあ、結構僕自身が忙しくて捕まらないことが多いので、事前にメールで連絡をくださいと。で、ぜひ我々の研究室を実感してくださいということに、まあ、なります。まあ、そこでいろいろ研究のもう少し突っ込んだ話ができればというふうに思っていますので、よろしくお願いします。以上です。